感じがするよにゃん。はいにゃー。先日君の話していたものがようやく見つかったよ。キサラギ博士から預かっていた。何だったでしょう。おじさま。何すんだ。おじさま。どうしたの。こうしちゃいられないわ。ハニーフラッシュ。アクアライン進入路全ゲートの封鎖を確認。東京都知事への協力要請全設終了。全、はい、て完了しました。長崎および奈良方面からの神奈川県警総員配置完了しました。完璧。もはや袋のネズミね。班長、現状報告。はい、現在のところ宇津木博士は無事です。誘拐犯からの要求は。今のところ何も。白昼堂々ふざけたやつね。直接話すわ。ここの被疑者に次ぐ。博士を解放して直ちに投降しなさい。この状況で逃げられると思ってんの。つまらん。暇つぶしにもならん。何？聞こえないわよ。ああ、甘い！甘いと言っている。こんなことで我らがパンサークローに勝てると思うな。パンサークロー。いかにもそのパンサークロー四天王の一人、このゴールドクローが回復しのぎに遊んでやる。逃げられました。
なんだと？じゃあ裏切り者か？殴ったんですよ、あの戦闘員が。バカだね。ゴールドクロー様、博士を捕まえました。手間取らせおって、すいません。そこの鎧かぶと女と怪しげな一団、博士はこちらで保護した。速やかに武装解除し投降しなさい。バカめ、寝言は寝ている時に言え。博士はこうして、うわーっと、あれは確かに薄着博士ということは、ハハ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 ハ。パンサークロー、ある時は出動するバイクレーサー、またある時は木更津の婦人警官パンサークローの手下、そして宇津木博士の身代わり。しかしてその実態は愛の戦士キューティーハニーさ。パンサークローとか言うの観念しなさい。貴様となら楽しめそうだ。これ